どうも、丸高まなみです。今日はインスタグラムで質問を募集したんですけど、皆さんからたくさん質問をいただいたので、その中から抜粋して答えさせていただきたいと思います。丸高チャンネル。柿谷選手と初めて会った場所はどこですか？東京の飲食店。服はどこで買いますか？プチプラ、もし買っていたらおすすめの店教えてください。何でもどこでも買うんですけど、この間 D ホリック買ったので、今度届いたら動画にしたいと思います。娘ちゃんのやつはどんなものをあげていますか？さつまいもがすごい好きなので、お芋よくあげてます。あとはボーロも食べるし、たまにスナック菓子もあげています。旦那さんのことどのくらい好きですか？こんくらい、こんくらい娘ちゃんが生まれてから何が一番大きく変わりましたか？生活。恋愛として好きだけど付き合うのは違うかなと思ってしまう。おかしいですかね。おかしいかは分からないですし、人間それぞれ価値観があるのであれですけど、私は恋愛として好きってなったら付き合いたいっていう風に思う人です。おすすめのスキンケアは何ですか？ディオールのカプチュールトータルは大好き。ストレス発散法は食べる、飲む、寝る、喋る、歌う。初対面の人と会うとき気をつけていることや心がけていることは、ふてこくならないようになるべく笑顔でいるようにしてます。母の日や父の日には何を送ったりしていますか？母の日には和菓子とお花をあげて、父の日にはお肉を送りました。子育てでイライラしてしまうことありますか？ない人いるの？美を保つために毎日これだけは欠かさずにやっているということはありますか？化粧を落として寝る。愛用されてる財布が見たいです。バレンシアガのこの財布とヴィトンの財布です。やっぱり出会いって自分を分かってくれる友達に紹介してもらったり食事とか行くべきですか？出会いが欲しいって思うんだったら友達に紹介してもらえたらちょっと安心ですよね。行くべきかな。同じ月齢の娘がいます。娘ちゃんはイヤイヤ期突入しましたか？多分突入した。嫌だよってしょっちゅう言ってます。娘ちゃんのトイトレはいつから始める予定ですか？2歳前後ぐらいですかね。自分でおしっこしたよとか教えてくれるようになって、感覚が開くようになったら。まなみさんの一番好きな食べ物は何ですか？なんだろう。お寿司。一日の睡眠時間はだいたいどれくらいですか？ 6-7 時間。生きていく上で大切にしていることは何ですか？楽しむことと感謝の気持ちを忘れないこと。カプレーゼの上にかけるやつの作り方を教えてほしいです。オリーブオイルとか塩を振ってエクストラルバージンのオイルをかけてブラックペッパーかけるだけです。 YouTube の編集ソフトは何を使っているか知りたいです。編集は妹なので妹よろしく。どうかこの辺に書くかな。娘さんは好き嫌いありますか？うちは野菜全く食べてくれなくて困ってます。うちも野菜あんまり好きじゃないですね。人参とかは好きだけど、緑の野菜があんまり好きじゃないかも。ハンバーグとかもあんまり食べなくて、だから卵焼きとかに野菜とかをすごい刻んで入れたり、ブロッコリーとかをスープに刻んで入れたりして食べてます。娘さん保育園入れますか？幼稚園派ですか？今のところ保育園には入れてないので幼稚園から入れようかなと思っています。友達の誕生日プレゼントにおすすめのコスメ何かありますか？ちょうどこの間親友が誕生日だったので、ツリーの泥パックとオイルと一式プレゼントをしました。喜んでくれていたのでおすすめです。ママになってもいつまでも可愛くセクシーでいれる秘訣が知りたいです。あとまなみちゃんの考え方ポジティブで男らしさもあって大好きです。クミコからです。ありがとうクミコ。本当に思ってる？特に自分の中で何も変わったことはないですけど、でも娘を産んで強くなった気がします。はい、そんな感じでパッパッパッと答えたんですけど、質問をくれた皆さんありがとうございました。答えられなかった人ごめんなさい。質問系はちょいちょいやろうかなと思ってるので、また質問待ってます。